サッカー朝鮮民主主義人民共和国代表。サッカー朝鮮民主主義人民共和国代表は、朝鮮民主主義人民共和国サッカー協会以下、協会によって編成される、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮のサッカーのナショナルチームである。アジアサッカー連盟及び東、アジアサッカー連盟所属。ホームスタジアムは、首都、平壌にある、近日清競技場。 1966年 FIFA ワールドカップイングランド大会の北朝鮮代表左 SB リム・ジュンソンによれば1959年1月19日に代表チームが結成され同日中央体育館で最初の練習が行われた自国に招いたソビエト連邦のクラブチームに勝利した1960年11月の試合はチームにとって最初の大きな成果だった ソ連のクラブチームとの対戦でも勝利を重ねるようになり、1961年9月には、モスクワで、スパルタクモスクワと対戦して2から1で勝利した。1963年に、インドネシアで開催された、ゲインフォー、新興国競技大会では決勝に進み、エジプト、アラブ連合と対戦した。試合は延長戦を終えても1から1で決着せず、コイントスによって、 エジプトの優勝が決まった。1964年のゲイン法では決勝で北朝鮮が中国を破って優勝した。1964年東京オリンピックには予選を通過して本大会出場を決めていた。しかし北朝鮮はゲイン法に参加した選手のオリンピック参加資格停止を主張する国際陸上競技連盟及び国際水泳連盟への初から 全ての競技で東京オリンピックのボイコットを決めた。FIFA ワールドカップは1966年イングランド大会で初出場。予選のオーストラリアとの試合は中立地カンボジアで行われ、第1戦に3から1、第2戦に6から1と2勝して本大会出場を決めた。本大会のグループステージでは、初戦は ソビエト連邦に0の3で敗れたが、次のチリ戦には引き分け、強豪イタリアとの最終戦では、前半42分の僕とよくの得点で1から0で破り、アジア勢初勝利とグループ突破のベスト8に入る、活躍を見せた。現在でもイタリア戦での W 杯史上最大級のバンクルわせ、一般的には1950年、ブラジル W 杯でのアマチュア選手揃いのアメリカが、 プロ選手を揃えたイングランドを1-0で下したのが W 杯史上最大の番狂わせとされているが北朝鮮の勝利はこれに並ぶものと各国で大々的に報道されたとベト8進出は大きな伝説として世界に語り継がれているこの時のチームは東欧の社会主義国と親善試合を行って強化され小柄だが力強く運動量豊富でスピードがあり 技術的にも正確なチームであった。準々決勝のポルトガル戦で北朝鮮は前半25分までに3から0とリードしながら、この大会の得点王となるポルトガルのモザンビークの黒票、エウゼビオの4得点などで3から5でワールドカップレコードとなる大逆転負けを喫した。僕と翌はあの時私たちは攻撃しか知らなかった。私たちが三点決めると、 ポルトガルのキャプテンは全員に守らせたんです。3点取られても守った。私たちはそれを分からずずっと攻め続けた。すると体力が落ちたところにエウゼビオのスピードにやられて PK を与えてしまった。私たちは大きい試合の経験が決定的に不足していた。だから自分たちのやり方、攻撃サッカーしかできなかったとポルトガル戦を振り返る。この試合で ポルトガルの長身のジョゼトーレスにかき回された経験から大型選手を揃えるという強化方針を教会が決めたため、かえってベスト8の成功の要因だった豊富な運動量やスピード北朝鮮から失われた。さらに、元北朝鮮代表選手、監督のた明さんの証言によると、サッカー界と関係の強かった朝鮮労働党の幹部牧金基地が1968年に、 近日清掃初期と対立して粛清されると、彼と親しかった多くの代表選手たちが粛清され、一部の選手は地方の断交に送られるといった処分を受け、そのために世代間の引き継ぎがうまくいかず、チーム力が低下したという。1993年には、ハンガリー出身のチルナイパールを監督に迎えたが、1994年、 アメリカ大会のアジア最終予選において、韓国代表と当時 J リーグ創設などで、勢いづいていた日本代表に敗れた。それ以降に行われた AFC アジアカップ1996や1998年、フランス大会アジア予選などの公式試合を含めて1993年から1997年まで、一切の国際試合には参加せず、1998年、 バンコクアジア大会から復帰、2006年ドイツ、大会アジア予選の参加まで国際試合の数は、以前と比べて激減した。国際試合に参加しなかった理由は、一般的には、国内の基金や自然災害、近日政主席の死去などとされてきたが、中国サッカー専門誌で、元北朝鮮代表チームの関係者、日韓への敗戦に激怒した、近正日総書記が、 対外試合の禁止を命じたからだと証言した。最近では、経済的要因、苦難の行軍がその理由とされてきている。脱北者のサッカー関係者と親しい韓国のサッカーライター近畿特によれば、競技力の低下から国際試合を禁じたというのは二次的理由であり、実際には、経済的要因が大きかったという。また、協会副会長の李元本はその理由について、 国家財政危機で強化費が限られてしまったので、協会内での議論の結果、その強化費の多くをユースに回したからと述べている。結果的にユース育成は成功し、2004年から各年代のアジアユース大会で優勝や準優勝といった好成績を残すようになった。選手の実力が上がったことで、海外のクラブで活躍する選手も出てきた。 チョンテセなどで活躍する海外組の活躍などにより2010年南アフリカ大会アジア予選を突破し44年ぶりの本大会出場を決めた。グループリーグ初戦のブラジル戦では1-2で敗れはしたが強豪のブラジルを相手に前戦したとして注目度が高まった。これを受けて2戦目のポルトガル戦では朝鮮中央テレビが 史上初となる W 廃墟中継で放送したが、試合は0から7で惨敗し、この時点で北朝鮮のグループリーグ敗退が決定した。この試合の後、ポルトガルの選手たちは、北朝鮮代表の選手たちが罰を受けないか心配だ、と彼らのみ暗示たという。この中継放送については、ポルトガルの4点目が入った時点で打ち切られたとする、報道がある。 消化試合となった最後のコートジボワール戦でもゼロの3で敗れ、3戦全敗、勝ち点0、得失点差マイナス11、得点1、失点12という惨単たる結果に終わった。なお、この時使われた北朝鮮の代表ユニフォームはイタリアのスポーツウェアメーカーレベアが製作した。帰国後、チームは戦績などについて6時間にわたる審査を受け、 北朝鮮の選手たちは、監督批判も求められた。その結果、監督には、思想の改造のためとして建設現場における1日14時間もの、強労働刑が課せられたという報道がなされた。北朝鮮サッカー協会は、処罰疑惑を事実無根として否定し、国際サッカー連盟、FIFA も、調査の結果、金正君監督の処罰は事実ではないとまとめた。 また FIFA は6時間にわたる審査については北朝鮮では通常のことであり中傷ではなかったという見解を示した。なお在日コリアンライターの安宿緑によると今では炭鉱も自動化され人が来てはむしろ困ると現地の人に聞いたという。また同ライターによれば金正君監督は処罰されるどころか朝鮮単位区長の副大臣に就任しているとのこと。 AFC チャレンジカップ2010の優勝チームとして2011年1月の AFC アジアカップ2011本戦に出場するもグループリーグで敗退となった3試合で1分け2敗勝ち点1無得点失点2という結果であった2014年ブラジル大会のアジア予選では1点2次予選を免除され3次予選からの参加となった その3次予選では、日本、ウズベキスタン、タジキスタン、当初は、シリアと、同組となり、日本とのホーム戦では1から0と勝利し、存在感を見せるが2勝1分3敗、勝ち点7の3位で、敗退、2位までが、予選通過。最終予選を待たずに2大会連続本大会、出場がついえた。二千十三年五月十一日に、ピョンヤン国際サッカー学校、 クヤングチョン、インターナショナルフットボールスクールを開校したり、2014年以降スペインやイタリアのクラブのサッカーアカデミーと連携して代表チーム強化を図っている。2018年ロシア大会のアジア予選では、ウズベキスタン、フィリピン、バーレーン、イエメンと同組となった。北朝鮮は順調に勝ち点を重ね、グループ2位で最終節を迎え、勝てば、 グループ2位の上位4チームに入れて最終予選進出というところでフィリピン2-3の逆転負けを屈指グループ2位の上位4チームに入れず最終予選進出を逃した北朝鮮代表チームはさらなる育成改革として2013年からサッカー選手育成プロジェクトを開始している国際サッカー連盟 FIFA のサッカー発展プロジェクトから万ドル規模の 資金提供を受け、2013年5月31日に、両ら島にサッカーアカデミーの、ピョンヤン国際サッカー学校、プヤングチョン、インターナショナルフットボールスクールを開校し、2014年以降育成した選手を、スペインやイタリアのクラブサッカーアカデミーに留学させる、ことで代表チーム強化を図っている。プロジェクト第一期生には、北朝鮮初のセリエ A 選手の再聖夜かチェソンヒョク、 二人目のセリエ A 選手となる、ハン・ヒカリソウ、ハング・アンソンらがいる。国内の選手は、平日は代表監督の下で1日2回練習を行い、週末は自分たちのクラブに戻って試合を行うという、ハードスケジュールである。海外の選手は、日常のトレーニングは所属クラブで行い、国際 A マッチデー等の短期間に、代表のトレーニングを行うのが、一般的である。 中予選には参加しなかったエントリー後自体ものの AFC チャレンジカップ2010で優勝したため本大会への出場権を得た。がついている選手は現在日本でプレーしているか以前日本でプレーしていた選手である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。